んにちは、ダイスです。今回はゼルダの伝説知恵の借り物続きからやっていきましょう。カブゾーラとウミゾーラ、喧嘩がまだ長引いてるみたいですけど、残念ながらカブゾーラもウミゾーラも一緒にいた子が連れ去られてしまいました。とりあえずですけど、カブゾーラのところに先に向かってみたいと思います。到着。兄貴グワーって言ってたよね、さっきのゾーラの玉頭の声。うん、向こうの方から聞こえてきたけど、何があったんだろう。カブゾーラの里の被害、あー壊れちゃってる。すごいね。こっち側は特に何もないみたい。大丈夫？お家壊れちゃったね。どこ行ったの？そこの滝を登っていった。ゾラ滝を登る。あ、裏に道あったんですね。全然気づかなかった。あ、登っていけるようになってる。こっち入れるところ発見。あれ二人とも、うん、父ちゃん兄貴、うん、大丈夫だ、わらわが何とかする。何があったんだろう。もうそなたは、実はな、ジャブジャブ様を追ってドラッとがここに来たのだが、大暴れして父ちゃんが吹っ飛ばされて裂け目に飲み込まれちゃったゾラ。そこにわらわたちが調索したが、突然裂け目が広がってな、このお魚の子をかばいったんだ。優しいね。入れそうなとこあるよ。ここ入り口開けそう。ちょっと下がって。分かった、ありがとう。びっくりするよね。ありがとう鳥、これでいけますね。先にここからなのかな。ここが全部ってわけじゃないですよねきっと。はい、入ってきました。閉じ込められてる仲間の気配がする。全部で5つぐらい。みんな助けられたらここ変われそう。じゃあ5匹の仲間探しましょう。上がれない、上がれないね。逆側からはいけないのかな。ん、水が切れてる。あ、いた、発見。1箇所目。上に上がれないよね。木箱プカプカ浮くから木箱なのかな。トランポリンは下がっちゃうよね。3つにしたらいける。ここはベッド。はい、お、ここ上からこっち側はいけないですね。じゃあやっぱりさっきのところかな。ベッド、ちょっと位置ずれちゃった。この辺、はい、上取れました。縦、すごい縦だね。お、2箇所目。ん？こんなところにいた。族長だね。裂け目消せば戻る。わかった。これで2箇所目。あと3箇所。どの辺だろう？こっち？あ、なんかいますね。怪しいな。怪しいけどちょっと落ちちゃった。あー来ないで。はい、よし、おっしょー。中、あ、ここにもちっちゃい子いたね。あー、これはさっき通ってきた爆弾魚のやつにやってもらう。ちょっと待ってね、爆弾魚。当たらないね。爆弾魚にここやってもらうのは、もしかしたらここにいる子でもよかったのかもですね。おー痛い、ひどい。
これだ、3つ目。いけない、爆弾。はい、この奥のところっていけるんですかね。どうなってるんだろう。クラゲがいる。あ、いけるようになってるし、上もいける。おー、なんかいるぞ。ちょっと待って、痛い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 、まずい。あー、ひどい。無事に戻れました、よかった。んーと、うっ、ほんと後ろからやめてほしい。あー、ひどいな。ありがとう。ああー、こんなところに。これが最後だね。ん？この無の世界にはもうないみたいだから終わりです。ということは族長が戻せる、族長が戻ったらどうなるんだろう。ありがとう。族長とちっちゃい子は戻せるけど、行方不明になった子いたよっていうのは特に言ってなかったよね。誰なんだろう。飲まれた子なのかな？ん？一緒に飲まれちゃった子なのかな？どうなんだろう。戻ってきたね。まさか咲く実に飲まれちまうとは。よかった。このものにしっかり感謝することだな。なんでお前が偉そうにしてる、ゾラ。むむむ、まだ喧嘩してる。ドラッドの兄貴、父ちゃんの様子が変、ゾラ。ん？どうしたの？なんか得体の知れないものに飲まれるなんて思い出すだけでエラが震える、ゾラ。うわわわわわ、しっかりする、ゾラ。わわ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 、パニックになってる、ゾラ。やれやれ、こんな時は。ん？あ、すごいね、治った。リラックス効果があるのかな、もしかしたら。 おかげで助かった、ゾラ。ありがとう、ゾラ。よかったね。海の民が奏でる音色は心乱れるものが。あ、そうなんだ。種類が違うんだね。いい演奏だった、ゾラ。仲直りできる？どうしたの？え？何事だ？ゾーラの入り江にジャブジャブ様が。まさか向こうでも暴れる？俺も行くぞら。ん？ おっと、そうだ。どうしたの？俺たちを助けてくれたって名前を聞かせてくれ。ゼルダです。どっかで聞いた名前ないよ。あれ知ってる？もしかして。礼はまたさせてくれ、ゾラ。今は追いかけるってことなんだね。じゃあな。ゾーラの入り江が次危ないってこと？行っちゃったね。またいなくなっちゃった。さっきの音楽嫌じゃなかった。一人で演奏した方が上手だね。これで川ゾーラのところは終わったので、次ゾーラの、なんか場所違いましたね今ね。ここでいいのかな。ゾーラの里、入り江がって言ってたけど、
ーラの入り江。中でいいんですかね。どこにいるんだろう。素敵なとこだよね。え、いないね。あれ、どこだろう。帰ってこない。どこ行っちゃったんだろう。入りがっていうのはここだと思ったんですけど、ちょっと場所違うのかな。ジャブジャブ様がゾーラの入り江現れた。東の小島の方に向かった。東の小島、ちょっと上っぽいよね。ここか。うん、今の声ドラッと何をなってるんだろう。ゾーラの入り江の被害、なんか電気クラゲがいる。おおー、この岩重すぎるぞら。何があったの。うん、アーゼルド、あんたか。見ての通り大変なことになっちまったぞら。あのね、私の息子とクシャ様が洞窟の中に閉じ込められちゃったの。はぐれた息子を探してたらジャブジャブ様が突然出てきて、通りかかったクシャ様が息子が洞窟にいるって気づいて中に。そしたらこの瓦礫の山が落ちてきて入り口が塞がれちゃったぞら。私一体どうしたら。お、心配だろうが、そこでどっしり構えてろ。この瓦礫の山は俺が解けるぞら。優しいね。とはいつも他に抜け道探すって手もあるが。抜け道か。お話聞いてもらうどころじゃないね。洞窟の中の人助けたら聞いてもらえるかな。抜け道がある。ここから洞窟に入る道があったとして、なんか知りません。クーシャさんも呼びに来ました。こんなことになってしまうなんて。抜け道が欲しい。抜け道ってどこにあるの。探すだから分かんないってことか。あ、下ここか。なんか行けましたね。こっちみたい。行きましょう。水がある洞窟。近づくと明るくなる。これはサンゴなのかな。なんか怪しいのいましたね今。ちょうちんあんこみたいな。当たらないように行こう。必要なのかな。ちょっと必要なのかが分かんないから取りましょう。はい。早い。いけるか。はい、取れました。必要になるかもしれない。タックラーレベル2。え、タックラーだったの。色が違ってちょっと怖い顔になったから分かんなかったけど、レベルが上がりましたね。ここから先もしかしたら使うのかもしれない。あ、ライトがあるんだ。ちょうちんあんこみたいですね。だからってことなのかもしれないですよね。お宝。お、泡昆布。これでちょっと待って、出せない。えい、挟まってる。ちょっとびっくりしちゃった。下にもいましたね。ちょうどいい感じに抜けただけでちょっとびっくりです。あ、いたいた、よかった。迎えに来たよ。大丈夫だ、必ず助けが来る。くすん、来たよ。そなたは確か先ほどの一人で泳いできたのか。そうです。なるほど、なかなかのやり手のようだ。わらわたちもそこから脱出したいところだが、怖いね。この状態で水路行くのも危険そうだ。どこにか外へ出れないだろうか。岩があるね。ほら、そこの大きな岩に道を塞がれておってな。これ動かしてあげたらいい。
もしかしておいらもうここから出れねえんだ、うん、ハイリア人よ、すまんだが何か手立てはないか。動かせるよ、中からだと岩の動かすのって簡単なんですね。お、岩が、これならいける。あの巨大な岩を動かしたのか、これで外に出られるかもしれん。そなた名は何というゼルダです。ゼルダ、聞き覚えのあるのだな。とにかく感謝するぞ。お、あんたの子は中で待ってるんだろう。これ急ぐぞら。よかったね、かわいい坊や、無事だった、よかったです。ドラッド、そなたどうしてここに。それ決まってるだろう、仲間を救ってくれた恩を。おゼルダ、いつの間に中にいたぞら。うん、坊やもう大丈夫だよ、お外出れるからね。ふう、そうだぞ、もう恐れる必要はない。ヒレがすくんでるぞら、こうなったら言葉じゃどうしようもない。どうするの、あ、演奏してくれるの。すごいね、どうよ、すごい元気が出てきた。川の民の人ありがとう。ヒレがすくものを勇気づけるぞら、よかったね、すっかりしてやられたな。見事な演奏だった、そなたの奏でる音楽に仲間が助けられたとはな。お前に仲間を助けてもらったぞら、だから借りを返しに来た。さっきは言えなかったけど感謝してるぞら、演奏もすごかったぞら。なんだあれだな、こうしていきなり褒めようと変な感じになるぞら。仲直りしたらいいのに。してるっぽいね、よかった。時にドラッと喧嘩は一時休戦し協力するのはどうだ。俺も同じこと言おうとしてたぞら。では話が早い、そなたの協力があれば百両ん。お願いがあるの、ジャブジャブ様の住処でわらわたちに演奏をしてほしい。そうなの、恩人の頼みを無下にするわけにはいかぬが、追わねばならぬのだ。いや、案外ゼルダの言う通り住処に行ってみるのも悪くないかもしれんぞら。ん、お、お前がここに閉じ込められた時、ジャブジャブ様が北に泳いでいたのが見えたぞら。散々暴れ回ったんだし、住処に戻っているせいはありえねえか、うん、なるほど、普段じっとしてるジャブジャブ様がこれほど動き回るのも珍しいしな。そなたの願いしかと聞き入れた、やった、わらわたちも住処に向かおう。早速出発だ、住処で落ち合おう。よかった、私たちも戻ると思います。お助けいただきありがとうございました。姉ちゃんありがとう、大丈夫でよかったね。はい、ということで次回はジャブジャブ様の住処に向かってみたいと思います。これだったらうまくその入りたかったところに行けそうですよね。よかったらチャンネルのご登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまた、 See you。